3年今の場所に移転をし、今の駅の形に近い形が出来上がりました。今は10番線まであるホームも昔は8番線まであったんですよ。千葉駅で生活がますます便利になりました。そして今日新駅舎と駅中が開業しました。まもなく新しい千葉駅へ到着します。お忘れ物、落とし物のないようお願いします。